大会4日目、8月10日、の朝は、甲子園球場に着くなり、ネット裏の記者席ではなく、三塁側のアルプススタンドの方へと向かった。その理由は、試合前のアップ、特にキャッチボール、遠投を見たい選手がいたからだ。写真、実力派の野球美女たち、私服、ユニフォーム姿の厳選カット集、19枚。長身倉庫の美しいシルエット。 その選手とは、宮崎賞の遊撃手、中村内イ内キ、ナイキ、183センチ70キロ、右と右だ、である。九州担当のスカウトたちが、春の段階からいち早くその成長ぶりを確かめたいと、再企画上、大分、野下流昇進、下流、昌馬、や福岡大大堀の柴田自氏、レオ、野良投手と共に、名前を挙げていた選手だ。 本職は遊撃手だが、投手としての将来性も豊か。スローイング能力が素晴らしいと聞いていた。近年の高校野球は、筋骨隆々の選手が目立つようになってきたが、中村は長身のスリム体型で、美しいシルエット姿が映える。長い手足をよどみなく柔らかくしならせ、指先にかかったボールが、鮮やかなスピンが効いてまっすぐに糸を引くように伸びていく。 見とれるようなぐんぐん伸びていく遠投だ。こりゃピッチャーだろう、細い体をなんとかしようと、昨年からずいぶん食育に取り込んだようだが、数字的にはそれほど結果は出ていない。もし太りにくい体質なら、むしろ投手としては好都合ではないか。体重移動による平身運動と、踏み込んでからの回転運動で投じるのが、仕事、ならば、必要以上に体重が増える。 太りやすい体質。より、ずっとありがたい。甲子園での遠投といえば、まず思い出すのが2020年、コロナ禍により大会が中止となり、代わりに行われた、プロ志望高校生合同練習会、だ。そこに参加していた当時福岡大大堀の山下俊平大、現、オリックス、の遠投が圧巻だった。マウンド上と全く同じフォーム、助走もつけずに、 8割程度の腕の振りから放たれたボールが、ほとんどライナー軌道で相手選手のグラブに吸い込まれたときは、それだけで、こりゃ、ドラフト、1位間違いなしだ、と思わずつぶやいたものだ。その通り、オリックスから1位指名を受けてプロの世界に進み、球界の至宝、と呼ぶ人がいるほどの素質に、日々磨きをかけている。